まあ、そういう背景もあって一部では結構入江さんが、まあ、女性関係合コン王とかいう売り出し方もしてたじゃないですか。まあ、確かに女性ね、お友達も多いみたいで、結構その女性とかをもしかしたら先輩芸人さんとかに紹介してたんじゃないかっていう話もちょっと出てて。でも彼にしてもちょっとした小遣い稼ぎなんですよね。だからこれでギそうャでーすかよどうのね。こうのっていうよりも3万でどうだみたいになって、ああいい、行きます行きますぐらいの話でしょ。だから日頃から多分もしかしたらそういう合コンとかをセッティングしてあげてたり、飲み会とかをセッティングしてて、まあ可愛がってる後輩に頼まれたから、まあじゃあまあ行ってやるかみたいなところも。だってさんまさんが普通は手に入らないものが入江に頼むと入るとかっああ、なんていかおっしゃってうふうにまラしたジオでね。おっしゃってて、なんだか、から、俺は進駐軍みたいですね。なんか、進駐軍ってね、進駐軍とかってね、今見てる人ね、知らないよ、誰も。多分言うぞ、あ よく言う。僕はよくわかんない私も知らないし、コンビニ何の缶詰が手に入ったそれ、ギブミーチョコレートとかそういうやつ知らないから、そんなの。で、だから、あれよ、そうやってさんまさんがそういうふうにね、入江さんに対して、だから入江さんに対して非常にそう悪くっていうか言う人あんまり、そそうので報す道があってね。からもあんまりいないよね。そういうことに関してはそうなんですけど、評判は良くないんですあ、よ。まあまあまあ、ね、あんまりやっぱりそういうことばっかりやってて、お友達5000人ってやつですよね。なんかね、先輩の大御所の方にね、あんまり派手にやんないみたいなことを言われたとかいう話もありますまあまあしそうね。ですね。まあそういうところの名付前はき言え合ないんですけども、やっぱりお笑い芸人とは違う、お笑いタレントの人でやっぱりそういうふうにこういう関係を広くして、で、その暴力団のね、関係者にタレントをこう紹介して、でお金をもらってる人がいるんですよ。ああ、そうなんですか。もうそれは反社の方だって分かっ分てかたって上て、で仲ご介紹してる介されて、という。で写真が出ちゃって、そういうね、野球賭博を疑われた野球選手だからね、そうなんですよね。その彼に全部紹介してもらって、写真いいですかって。でもその時は建設会社の社長だとか不動産会社の社長だってことで紹介するんですけども、実はある組織のね、大きな組織の組長だったと見たら分かりますよね。そうですね。もうけねでもね、分かんない人もいるんですよ、本当に。校長先生みたいなって言いますからね。難しいですけどね。確かに呼ばれて行って分かっても、そっか。ちょっとさ、美杉さんみたいな人をさ、ありますよ。いや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 、反射の人に見えるよね。勘弁してください。こうやってスーツ着てさ、公共の電波ではないけど、いかにもって人もいます大丈夫？いやいや、僕は大丈夫です。大丈僕が夫？そうだったらお二人ともアウトなんで。アウトだね。こういう感じの人もいる？いらっしゃる、いないんじゃないですいや、いらっか、しゃる。こっちだよね。本当にでもね、わかんないわかんないですよね。だからこういう格好されてて、あれ？と思ったらなんか違うなと思って、時計がちょっと違うとかそういうことだよね。そうでもですね、今、それね、全そっちくわかんない人もいますよ。わかんないもうか。本当にわかんない人、私も昔の知り合いっていうか、知り合った人で、本当にね、指定暴力団の2代目なんですけど、有名な人ですよ。最初会った時、校長先生かと思いました。上そのの方の校方が長先生みたいな人っていうのが、どんな学校の校長先生みたいな感まあ、じで貫禄はあるってことですよね。そう、ただ、昔、見た目は。おじいちゃんみたいな感じで。